はい、皆様こんばんは。今日また久しぶりにですね、ブログの解説をしたいと思います。ご清聴いただきありがとうございます。ちょっとですね、東電のテレビ会議のことばっかりやってたのでもうちょっと私も飽きてきたんですけど、ちょうど終わってですね、じゃあ今ブルーレイを一生懸命焼き増ししてるところですけどね。はい、ですね、それでは8月24日のですね、放射能に盆も正月もないということをちょっと書いてみますね。でこれはね、その今避難のことがね結構話題に、っていうかこの2011年8月の話なんですけど、避難のことが出てきて、一体どれだけ避難すればいいのかと考えておられる方、今でもおられると思うんですよね。で今日ちょっとツイートで、公開ちょっと私も話題にしてましたけど、とある放射能被害を随分訴えられてきた方がですね、いきなりなんか被害がそんなに起こるはずないなって急に言い出してですね、いやいやちょっと待てよと思ってるわけなんですけれども、そんな人のことは放っておいてですね、で私も時々聞かれることあるんですけど、こういう学説とこういう学説があるけれども、どっちが正しいんですかって私に聞いてくる人がいるんですよ。でそれじゃダメだと。ね、どの学説、声聞こえてますよね。どの学説もね、自分で調べてどっちが正しいかを自分で考えると。例えばですけど、小野できたの言うことは信用できるから信用するじゃダメなんですよ。いろいろ自分で調べてね、でそれでいろんなことを調べて、お前の言ってる方が正しいなら信じるならいいんですよ。だけど私のことを盲目的に信じてね、あなたが言ってるから信じたっていうんじゃダメだと。もうそれは昔から言ってるわけでね。で一人放射能防御プロジェクトとかいうのを立ち上げた人がいて、でその人はこれっていうことを変えてるわけですよ、今ね、明らかに。でそれでね、あたふたしたらいかんと。それはやっぱり自分が甘かったと思わないといけない。それは自分がね、調べてないわけだ。彼の目のフィルターを通して情報を得ていたからね、そうやって焦るわけですよ。そうじゃないと自分でね、何が起きてるんだということを分かった上でいろんなことを調べてね、で彼が正しいと思ってたら彼が正しいと思ってて言ってていいんですけど、そこで言うことをもし彼が変えた場合にね、なんだこいつ嘘言ってるじゃないかと怒らんといかんわけですよ。そういうふうに勉強しないと結局してやられますのでね、今回それがいい機会ではなかったのかと思うと。じゃあこの避難のことを考えるとね、半減期、じゃあどう考えると、半減期30年でしましょう。ね。で、マイクロシーベルトだけ。で、結局ね、2011年からもう3年経ってるんですけど、いまだにね、マイクロシーベルトの外部被曝だけのね、調査、環境半減期ね、調査しか言ってないわけですよ。でね、じゃあどのくらい減るんだと。30年で半分ですよ。60年で4分の1、90年で8分の1ね、600年でようやく100万分の1なわけですよ。で100万ベクレルあるって言ったらね、それが1ベクレルになるのに600年かかるわけです、ね、だから環境半減期っていうのがありますよね。環境半減期はね、セシウムの環境半減期はウクライナで100年って言われてるわけですよね。じゃあね、ウクライナがこうあちこちほらね、崩して、ソビエトですけど、集落を崩してね、廃村にしてね、あれで被害が起きないなら、なんであんなことまでしたんだっていうことになるわけですよ。でソビエトはバカだったのかと、バカだからね、放射能の被害に怯えたのかって言ったら、そんなことはなくてね、むしろそのアメリカよりもソビエトの方が放射能の被害に関しても鈍感だったわけですよ。であちこちで実験場してね、で実験場 の作った水を全部どこに近くに捨ててですね、それで兵器の閉鎖だったわけですよ。でそれで、事故も起こしてね、ウクライナのウラル核惨事というのがあって、まだちょっと私これブログにしようと思いながらできてないんですけど、そういうことをやってね、で汚染のところに住まわせ続けましたから、ソビエト住まわせ続けると一体どういうことが起きるのかっていうことをいろいろ調べてね、
でチェルノブイリの避難基準っていうのはそれまでの科学的なデータを軍がね、軍っていうのは何でかって言ったらその核戦争を想定してましたから、どこまで済ませてて、どこまで人を済ませたらいけないかっていうのをきっちり調べ上げてて、それが全部できた時点でチェルノブイリが起きたんですよ。であれが起きた時に、まあ、私がちょっと聞いて、まあ、ちょっとね出典は申し訳ない、覚えてないんですけど、科学者はねそんな避難させないでいいよって言ってたわけですけど、いやそれじゃダメだって言ってね、軍が率先して避難させてたっていう話なんですよ。まあ実際そうでしょう。そうじゃないと科学者がね避難させろって言っても軍が動かなくて動かないからね。だからあれは核戦争を想定してて、被爆汚染に悩まされたソ連軍が取った、まあ、最低限健康を守るためにね必要な避難のさせ方だったわけですよ。だからそれをしなくてね、ここで大丈夫かって言ったら当然全然大丈夫なはずがないわけでね。だからそれで避難させて、でチェルノブイリはその接収汚染は、ソビエトはねどうにも回復できないから、土の中に埋めてね300年後に考えるって話にして先送りしちゃったわけですよ。で日本だけね大丈夫大丈夫って言っててね、もう恐ろしい、おかしいと。だね。でね、まあ例えばね、90年経てば大丈夫と考えてみると、この時ですね、まあ1年を365日として90年とすると、ね、1月1日とすると、まあこれは1ヶ月が1月2日なんですよ。で、チェルノブイリが25年経ってて、この時でね、ようやく4月なんですよ。だからね、あのチェル放射能の核汚染の被害っていうのは、人間のね、で常識を超えてるわけですよ。だからしたらいけないし、だから原発やめろって言ってるのにね、これで被害が起きないならね別にやっていいじゃんと私だって思いますよ。それね、そんなことならやめとらんちゅうね、私だってね、原発を、東電をね、東電それなりにあれだった、美味しい会社ではあったわけですから、それがねあれなんですよ。だからね、そういうふうに90年と考えたら今いつに当たるのかね、今だって3年経ってるわけでしょ、まあ4年としましょう、そうすると、まあ、80年で4年とすると20分の1でしょ、そうしたら1ヶ月も経ってないんですよ。だそういう長い目で見ないといけないところね、ここ3年5年でね 80% が死ななかったからお前嘘言ったって言ってもね、そんなの話にならんということなんですよね。まあそういうことなんです。だからね、その自分で羅針盤を持って、まあ、だから私これはことあるごとに言ってるんですけど、コペルニクス的展開というかね、あの自分が周りにくっついていくんじゃなくて、自分が動いてると、自分が中心だというふうに考えないとダメだよと、そういうことを言ってるわけですね。だから彼のね、彼は何言ってもいいんですよ。でそれにね、右往左往するなということです、私が言いたいね。だから彼を信じるなら最後まで信じろと、そういうことですよね。まあ、誰のこととは言いませんけどね。はい、こんばんは。はい、今の日常生活を後世に伝えましょうと、うん、そうそう、死の範囲のね放出が続いてるわけですから、あの当時よりねひどいと思うんですよ。蓄積するわけだから、放射能の被曝はね、そんなのに安全安全って言ってね、しかもなんか回転寿司だけやたら熊本の地でもできまくってるし、人もいっぱいわんさかいるわけで、ね、いやいや待てよとも思うんですけど、まあいいですよね、好き、人の好きに勝って生きればいい。はい、で今の日常生活を後世に伝えましょう、まあ、これ5ヶ月経って、まあ、今もあんまり、ね、世の中変わってないわけなんですけど、そうそう、放射能のことね、正しく理解してくださいと、我々は頑張ってるのに一体お前は何やってるの、ほぼ袋叩き、まあ、今でもあんま変わってないね。ね、でこれね、私ね特にもう何度も時々言ってるんですけど、今、まあ、毎朝起きてね、まあ母親なりね、お母さんに起きろって言われて起こされて、で子供がなんか眠い目をやってね、起きてね、なんかするっていう、そういうところをね、そういうところこそね、あのビデオに撮ってほしいと思うんですよ。あと通勤とかね、通学とか、何げ、まあ、写真でもいいんですけど、職場の人と働いてる写真を撮ってもらうとかね、そういうのでいいんですけど、そういうのも、私も会社辞めたわけですけど、まああの会社でね働いてる時の写真って一枚もないんですよ、私ね。あの中層にいる時は使ったんですけど、どういうところで働いてきたかって、それは毎日の同じことの繰り返しなので写真撮らないんですけど、そこをねぜひ写真に残してほしいと、ね、でそれがもういつまでも続くと私思ってなくて、もう3年経っててね、
あれなんですけど、だそういう毎日のところね、例えばその毎日通ってる駅の写真とかね、多分撮ってないと思うんで、誰も毎日見るか ら, だからそれこそ撮らなくちゃいけない。特にね、まあ、特に独身の女性ね、女性の場合は世界が一変する可能性がありますから、傾向によってそういう場合はもうそういう人こそね、ぜひその毎日行ってるスーパーの写真とかね、あの門外前でいいんですよ、中じゃなくて門外前さえ撮っておけばね、あここはこうだったっていうのを思い出すしね、あとはマンションなり一人暮らししてる部屋の写真とかね、そういうね細かいことなんですけど、住所と電話番号とかね、そういうのメモにしておかないと、もう5年10年経つとね、すっかり忘れますからね。ぜひね、そういう日常を残してほしいと。それこそがね、やっぱりね、後でね、自分を支えると思うんですよね。まあそういう話で。あ、白血病入門ですね、これ。1回目にね、白血病の症例を1人紹介しました。この方は30代から50代で、福島原発事故との関連は不明ですと。まあこれ、しつこく言われたんですよ。ね、この人ね。亡くなられたんですよ。急性骨髄性白血病でね。で、急性リンパ性白血病。実はね、これ原発事故当時もね、2歳の子供が急性リンパ性白血病になったという話をしてる。で、実はね、白血病というとね、2通り大きく分かれるんですよね。まあもうこんな細かい話でどうでもいいっちゃどうでもいいので。聞き流してもらえばいいんですけど、骨髄の中に、多能性幹細胞、まあこれは何にでもなって自己増殖もするんですけど、それがリンパ球になって、最初にね、その後骨髄系の細胞になる。でリンパ球っていうのは、まあ、T リンパ B リンパ、免疫に司るところに行って、あとね骨髄系っていうのはね、好中球とか好酸球とか赤血球とか血小板に変わるわけで、ここの頭の方のやつでリンパ系の細胞が増えると急性リンパ性白血病で、急性骨髄で骨髄系が伸びると急性骨髄性白血病、まあこの辺で大体普通の人もダウンなんですけど、で基本的にはね、リンパ系は小児が多くて骨髄系は大人が多いと言われて、だからね、最近ね、急性骨髄性白血病のね子供がいっぱいいるしね、急性リンパ性白血病のね大人がいっぱいいるわけです。でもちろんそれはいるわけですけど、それが増え出すとやっぱおかしいかなと思うんですね。で白血病っていうのはどういうことかというと、造血幹細胞っていうのはこれ骨髄にあるんですね。で骨髄にあって、それが増えることなんですよね。でこれね、急性 白血病は何が怖いかっていうと、1日に分かってね、9日に死んだ、まあ、1週間して死ぬわけですよ。で私あの研修医の時にね、研修医もう今から十何年前なんですけど、その時にあの日赤病院でね、20いくつのフレッシュリューケミア、まあ、骨髄性白血病に初めてなった女の子だったと思うんですけど、それをお前がモテっちゅう話になって、翌日ですよ、あの大学病院に搬送するから、今日はうちで見るけど明日からお前が主治医だって言われて、うわ大変なことになった、まあちょっと、まあ、研修医失格なわけですけど、と思ってたらですね、あのなんとその女の子はね、亡くなられてしまってですね、日赤でね、白血病って怖いなと思ってですね、私もその白血病、大学病院で誰一人死んでないんですけど、他の病院に行くとね、もう持ってから1週間以上に亡くなった方は何人かおられるんですよ。それだけね、白血病怖い病気なんですよね。10日前、知人の40歳の女性が脳梗塞で死亡しました。あ、やっぱり中学生の娘だね。この8割だか1割だか知りませんよ。だけど亡くなった人にとってそれ 100% ですから。で1割でね、脳梗塞が起きると大変なことなわけですよ。そう、はい、うん、もう白血病ね、分かった時にはもう遅いんですよ。分かった時にはね、もうすぐ白血、まあ、糖尿病とか分かったってね、ちんたら治療するわけですけど、白血病は分かってね、入院が決まったらね、その日のうちにね、化学療法を始めますからね、明日から始めましょうなんて悠長なこと言っておれるんだけど、分かって入院したらバイタルを取って、でまあざっとね、検診をした上でね、もういきなりね、化学療法のレジュメを決めてね、進めますからね。それだけ恐ろしいんですよ。ウクライナ報告会に
神戸まで行って金出して健常な子供半分もいないと講演聞いたのに、今日いきなり避難の訴えをおかしいと突然の反論と、世田谷教授の女性にひたすら逃げろと言って訴えてたはずがと、なんとか市に何があったのでしょう、何があったんでしょうね。昨夜の放射線を浴びた X 年後3の山下さんの努力にも頭が下がりましたね。60年経って出てきたビキニ被爆データ、特定秘密保護法施行前にこのデータ開示されたことに、あ、これしわかんないね。記事。いやいや、これこのね、あの申し訳ないです。あの私も嫌いなわけじゃないんですけど、これはあのブログの説明ですから、あんまりそちらに話を持っていかないでいただきたいなと思うんですね。でね、早期に白血病というのを見つけるのものすごく難しいんですよね。で私ね、まあ、311が起きるまでは白血病1人見つければね、もう、血液内科に行って意味あったかと思ってたわけですけど、まあ、実はね1人は見つけたんですよ。 MDS なんですけどね、アンディフグ、アンディフグ、そうそう、アンディフグはですね、全骨髄性白血病といって、で確か M3 っていうやつだったと思うんですけど、彼あのタイプはですね、レチノン酸だったと思うんですけど、ビタミン A かなんかよく効いて、急速に良くなって、まあ、再発もしやすいんですけど、いう病気なんですけど、DIC といって血液が止まらなくなる状態にね、すぐなりやすいんですよ。ですぐ死んじゃったわけでね、彼は。確か夏目まさかもそうじゃなかったかなと思うんですけどね。であれは M3 っていうのはもう中国でね、ビタミン A を注射すれば治るっていう報告が出てきて、そんなね、白血病ちゃん抗がん剤バリバリ打たないと治らないのに、ビタミン A が効くなんていうのはそんなバカなことはあるか、さすが後進局中国だっていう話になってたらしいんですけど、で注射したらね、本当にね、白血病細胞がその分化していってね、分化っていうのはその大人になるっていうことなんですけど、それでね、どん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 死んでいってね、で実際治るわけですよ。で一番治しやすい病気になって、まあ私がいた時はね、だ白血病でものすごくね進行が早いのでね、人体白血病早い、そうなんですよ。でね、白血病難しい。で白血病ね、誰が見つけることが多いと、大学病院で聞くと、いきなり血液内科に俺は白血病じゃないかって来る人はまずいないわけでね。どこでね、じゃ大学病院は一番多いんですかって聞いたことあるんですよ。私もその診断つける自信ないから。そしたらね、歯科口腔外科からが多いというわけですよ。なぜかって言ったらね、歯茎の血が止まらないね。そういうので、ん?と思って、ヘモグラム1本採血すれば分かるのでね、そう、ビタミン A で効くんですよ。レチノン酸だったと思うけどね、ちょっと私も怪しいけど。ああ、そうね。ああ、空気清浄機のフィルター残したくなかったね。私捨てちゃったよ。あ、そうそう、だからね、ちょっと血が止まりにくいと思った時に、大学病院だからパッてね、1本採血取れるわけだ、歯科口腔外科ね。でもそうすると白血病ビヨンって増えてたら、まあ、それは誰でも分かるわけでね。でそれでね、そこから紹介する方結構多いって言われてたんですよ。でまあ、篠原教授っていうね、やっぱり私から見ても手術のうまいね、なかなかもう定年退官されたわけですけど、その先生のところでね、多分そういうあれをしてたんだと思うんです。だからね、まあ、もし歯医者さん聞かれてる方いないと思うんですけど、もしね、歯茎から血が止まらないっていう、まあ、よく知ってる歯医者さんなら白血病かもしれんか内科行けって言われると思うんですけど、そういうね、歯茎から血が止まらないという人はね、一度ね、内科に受診された方がいいかなと、そういう人もいますよ、歯茎の血が止まらない。でそれが一番分かりやすいのでね、で歯茎が腫れるっていうのもあるんですよ、白血病でね。 M5 っていう単球性のやつ、歯茎が腫れるわけですよね。だから口のトラブルで白血病が見つかることもある。いや、もちろんそうじゃない時もあるんですよ。でもそういうので見つけるっていうのは大事かなと思うんですよね。そう、鼻血が止まる市販ね。でも市販でね、疲れやすくてね鼻血が止まらないって言ったら、今大半の人が入ってるわけでね、難しいです。3ヶ月スパンから6ヶ月スパン、いや、まあそうでもないじゃないですか。3ヶ月いらんかなと、私も6ヶ月いいんじゃないかと思うんですよ。うん、歯科医はね、大事ですよ。だから歯医者、歯はね、出てる、歯茎からの出血でしょ。歯はね、大事ですからね。まあぜひ皆さん、ご自分の方とかね、
友達の方でそういうこと言われる方がいたらね、ぜひちょっと内科に行って1本取ればいいんですからね。で、内科血が出てるからちょっと心配ですって行けば、普通のね内科の医者ならね採血すると思うんですけど、そんなバカなことは関係ないっていうような医者はねもう行かなきゃいいんですから。今の日本の医療のいいところはね、自分が嫌いなら二度と行かなくていいわけですよ。喧嘩したってね。で、その医者同士でそんな仲良くないからね例えば A っていう、まあ私のところで喧嘩するとするでしょ。そして隣の E に行ったってね、そんなあいつは幼稚だっちゅう話はしないですから、隣のねライバルからうちのところに来たって喜ぶぐらいが関の山ですからね。だからまあその喧嘩していいんです、医者とね。で、その医者と喧嘩したことをいちいちその患者は何とかっていう患者は幼稚だっていうことは、まあ、まず絶対に言いませんか。まあね、ぜひね、そういうふうに考えてほしいと。これね、40代原因不明の肺水腫で入院と。震災以降、福島、岩手県、岩手方面で作業に従事。歯が折れまくってるのはやばいですよ。やばいですよ、やばいです。これはね、うなぎ店、そうそう、うなぎ店ね。うなぎ店はね、やっぱうなぎっていうのは、うなぎっていうのはね、そこ砂地に住んでるでしょ、やっぱり溜まってると思うんですよね。炭火じゃないと思うね。私うなぎだと思いますよ。炭火だけではないと思うんです。歯が折れまくってのはやっぱやばいですよ、これ。海水種ね。で、これはね、7月上旬に肺水腫になった。で、この人はね、6月、うん、結構早いんですよ。6月下旬には1時間くらいのジョギングはね、可能であったと。6月末には風邪で38度の発熱があり、数日寝込んだと。7月中旬に体がむくみ、ちょっと歩いたら息切れ、胸の痛みが起こるようになった。足首がかなり腫れ、体重が8キロ増えていたと。で、病院をね、受診したら、直ちに入院と。で、感染後、腎炎を疑った、ホワタハイカなどはしてない。で、SPO2 がね、酸素をギューッとしてね、これは、ガーッとね、これはまあ見る人が見れば分かるんですけど、まあ、このバタフライシャドウがあってね、CTR が拡大しててですね、まあ明らかに心不全。で、ここの辺にもう水が溜まってるわけだ。で、正常な人と比べると、まあこれとね、これ比較していただければ分かると思うんですけど、まあ明らかにおかしいわけ。で、結局ね、原因不明のまんまね、利尿剤とかなんとかやったら、まあちょっとね、心臓がちっちゃくなって、この辺の角が見えてきてますよね。でもちょっと良くなって、まあ今退院しちゃってるわけですけどね。だからね、急激な体重増加っていうのはね、非常に考えていかんと。で、コメント欄で排水腫が起きてると。東北、福島行ってませんと。ただね、これでね、こういうこともあるっていうわけですよ。肺炎だから、急遽かなりね被曝させられてるからね、もう非常に大事だと思う。で、マスクはねしないよりした方がいいんですけど、下から大丈夫っていうわけではないっていうのは大事。流山にもねいっぱい出て、結構同じのがありましたよということですね。歯科材料で被曝、もう確かにあんまりそこまではないと思うね。前歯が折れる、チェルノブイリの白血病治療を知って、骨髄ドナーバンク設立運動に関わり、ドナーにも達成の白血病と原発事故。まあドナーもねあれですけど、放射性ストロンチウムのせいなんでしょうね。まあストロンチウムのせいじゃないかと私思って。口内炎が最近ひどくて、歯科に行ったら年齢的に、いや年齢では口内炎大きいんですわね。15番のね、オーレン解毒とかよく聞くっちゅう話も。体重増加良くないですね。水のむくみです。心不全。排水腫も末期的な状態ですし。いや、そうじゃないですよ。マスクも福島さん。いや、もう何があってもおかしくないです。ね。まあ、そういう排水腫みたいなことになりますよ。肺炎ね。当然ですよね。だって、原発構内ではね、一番守るのはどこかって肺ですからね。これね、100ミリシーベルト安全安全って言ってるわけですよ。もうこの時言っててね、もう今最近
あんまり言わなくなってますけど、100ミリシーベルトが安全かっていうのは、これ何がね、土台になってるかっていうのは広島長崎なんですよ。で今からね60、まあ、70年近く前のね検査の結果が未だに大手を振って歩いてるっていうのはね、非常におかしな話なわけですよ。でね、これがね大変おかしいと。でこれが100ミリシーベルト安全の根拠なんですよ。で福島と全然違ってね、福島はもちろんその被爆してる人はほとんどいないわけですよ。そのガンマ線でねピカッと光ったことによって被爆する人はほとんどゼロだけど、内部被爆が一番怖いのにそれが一切考えてないわけです。で広島長崎がね、証拠だ証拠だって言ってるんですけど、まあ、ガンになるかならないか66年前のデータ出してねわーわー言ってたらそんなの誰も信じないわけで、ね、被爆だけがね60なんです。しかも広島長崎っていうのは米軍の統治下の検査ですから、でそんなのは歪められるのは当たり前なわけですよね。でそれ信用する方がおかしいと。 ABCC なんてね、だって最初の5年間はの白血病かなんかはね、5年間で白血病になるはずがないって言って白血病の患者入れてないわけですよ。で対象ってされたのがね、実はクレかなんかでね、広島市とほとんど離れてなくてね、どっちも被爆してるところで優位差がないから原爆の影響ではないとかね、なんかもうめちゃくちゃなねこと言ってたわけですよ。だからだから米軍のね統治下にあって被爆の被害を言うなって言ってるところで100ミリシーベルト以上認めざるを得なかったっていうことなんでね、だそれがどこまで下でもね起きてもおかしくないのと、あとはこれは内部被爆のことはね一切入ってないですから。そしてねあとね原発でどれだけ被爆したらねどうなるかっていうことがもうこう書いてあるわけですけど、累積被爆線量でね10ミリシーベルト以下の人ばっかりなんです。放射線のとこはね。でそれでもねやっぱ白血病のね優位さが出てないけれども、じゃあなんでこんな高い金かけてね調べてるんだっていうことなんですよ。本当に影響が被害出ないならね調べんわっちゅう感じですよ。お茶飲みましょうと。お茶飲んでいいんです。お茶ないですけど、もう1時間ぐらいお茶なしでいけるねこれね。そう、どっかのブログで小児科の先生から100ミリシーベルトまでは大丈夫なガタガタ言うなと。まあ、60万アクセスになりました。だからね内部被曝は無視されてるのは、まあ、おかしいとずっと言ってるわけですけど、で内部被曝はね外部被曝に換算できると嘘のね計算のデータを出してねほんでなんかやってるわけですけど、まあ、私はもう最初からそういうのはね相手にしてないのでいいわけですけど、内堀、いや内堀でもね、いや自民党はね自分の候補出せなかったからそんな泣いたもんでもないですよ。そんな嘆く必要ないですよ。白血病、また白血病、これねあらないね、1000ミリシーベルトの安全、まあだって木下さんだって言ってるわけでしょ、100ミリシーベルト安全って言ってるようなもんだからね。だからどっかでね線を引くんだったらそらいくら被爆しても大丈夫って話にしてね、1000ミリシーベルトまで安全ならそんな原発のね作業者に5年間で500なんて言わなくていいわけでね、それ一緒じゃないんですか。1000ミリシーベルト年間ですかね、分からんけど、まあもう相手にしないことですよそういうのね。でねこれピノコの白血病の治療ということで、ピノコはね、血液を当たらず、ウィントの場は知らないね、これ。本当知らない。ピノコはね、白血病になったんですけど、まあ、危険脳腫だったのでね、ここから出てきた、もうだから同じ
遺伝子を持つね白血球と入れ替えて治ったっていう話なんですけど、まあこれ今にして思えばね、末梢血幹細胞輸血なのでかなり最新式ということなんですよ。ね、で私もね、まあ、こんなものかと、大抵の人はねこういうイメージだと思うんですよね。あの骨髄入れれば治ると、だから骨髄バンク大事だと、まあ私も実は実際に治療するまではそう思ってたわけですから、実はねそんなことはないんですよ。そんなこと全然ないんですね。で私も一人だけね最後までしませんでしたけど、確かね、親戚子供からか兄弟からか輸血をね、するところまで持っていったんですけど、骨髄治療っていうのは白血病の治療っていうのはね、あの薬物治療をしてその後造血幹細胞移植するんですよ。で薬物治療をして、私の時はね確かね芽球といって白血病細胞があの骨髄の中から 5% ね以下になったら骨髄移植をしていいよだったんじゃないかと寛解と一応読んでね、あのそういうもんなんですよ。だから血を入れ替える前に化学療法でガンガン叩いて骨髄を空にした上で、その上で入れないとダメなんです。で化学療法が効かないね、例えばいくら治療しても白血病細胞がいなくならない人はいっぱいいるわけですけど、そういう時はね移植できないんですよ。まあねこのピノコのやつはいきなり移植に行ってるんですけど、化学療法をしてからねエロブルと白血病、そら一応白血病で白血病で治ってる人もいるからね。でね、あの白血病を治療するときに言うと、血小板減少、赤血球減少、おしんごうと食欲減退、凝固系異常による、DIC ね、まあ、出血傾向というのがある。でそういう副作用のために担当医はね昼も夜もなくなるわけですよ。鎌倉老舗の料理長が喉頭がんで亡くなり、マジでショック、まだ40代、そうでしょうね。で白血病の治療っていうのは、実は白血病のになったことによってね起きる症状をさらにひどくするわけです。白血球減少、貧血、血小板減少ね。だから白血病の治療をするときにはさらに白血病をひどくする方向にね治療しないといけないわけで、だから非常に治療が難しいわけですよね。でめちゃくちゃに叩くと、まあ一応今のねあの理論としてはがん細胞と正常細胞両方とも減るわけですよ。だけどがん細胞の方が立ち上がりが弱くて正常細胞の方が立ち上がりが早いからね、それで、一応化学療法が成り立つとされてるわけですよね。先生の PC ね、いや読めてないと思います。これはねこれはあのどうしても見たい人 YouTube にしていただかないと、まあこれは、ね、絵を見るということで、で見たい方はどうしても見たい方はそのブログを自分のところで見ていただくかなんかで、まあ端折って記録してますのでね。でねだから急性骨髄性白血病をしてね、で寛解導入をして完全寛解にして地固めをして強化維持をするかですね。あら、それかね寛解導入をした後に完全寛解した後に、骨髄移植をするかっていうことだ。そうそう、いや放射線照射とねあの化学療法と両方あるんです。で私の熊本ではね放射線照射してないですよ。で放射線照射はしてないんじゃないかな、多分化学療法だけだと思いますよ。ね、白血病のねやつはやっぱ私も苦手なのでちょっと接しますね。あ、これもひどかったんですよ。放射能を必要以上に怖がることはエセ科学。これね江川翔子の文章なんですけど、熊大日赤がどっちが高い、
まあ、どこも同じだからね。ネックは熊大の内科ですから、もうどこもあんまり変わらないと思います。抗がん剤ですよ、化学療法ね、抗がん剤ですよね。でね、まあ、これ私精神分裂病のね、まあ、今は統合失調症っていうんですけど、まあちこち、まあ、毎週1週間ごとにあちこちの科を行くわけですけど、一番疲れたのがね精神科なんですよ。でなんで疲れるのかっていうとね、精神科なんていうのはね別に体も動かさないし手術するわけでもないんですけど、学生だからやっぱちょっと真面目でね、患者さんの話を聞こうとするわけですよ。ただね、患者の話っていうのがねまた微妙に嘘と本当が混じるんですよ。例えばね、まあ、何でもそうでしょうけど、嘘ばっかり言ってるね、例えば俺は天皇でね昔どこどこに出征してね、なんとか殺してどうのこうのっていう話ならみんなはいはいはいって聞くんですけど、それが自分のね、知ってる専門分野ならわかるんですけど、そうじゃなくて例えば、まあ、私で言うとね詩の分野とかね作者の分野とかになるとね、例えば一番最初にどういう話をするかっていうと、俺は三島由紀夫のね金閣寺の執筆を教えてやったみたいなことを言うわけですよ。ほんでね、いやそりゃ嘘だろうと、まあ私でもわかるわけです。そしたらね、だん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 ねよく知らないね詩とかね絵画のね名前も本当にいるかどうかもわからないね人の名前をどんどん言い出してね、あれも教えたこれも教えたって言うとね、本気になって聞いてるとね、もう自分の自信のあるところならいいんですけど、だんだんわからなくなってくるわけですよね。でそういう感じでね、あとは電波がかかってね、電波の指令を受けてね、私はどこにいるって言うとね、どこまで本当でどこまで嘘かわからない。もう本当にね、精神科の患者っていうのはやっぱ嘘が自分の世界で凝り固まってますからね、嘘と本当がね微妙に混じってるからね、本気で聞き出すとねものすごく疲れるんですよ。で最初鼻から相手にしてないといいんですけど、ちょっと相手にしてるとね自分の精神がめちゃくちゃになってものすごくね疲労するんですよね。でそれをね、使ってくるんですよ奴らもね。で 100% 嘘、例えばね池田信夫みたいなのは簡単なんですよね、あれはもうだって最初から嘘言ってるわけだから、はいはいはいって高田中みたいな言ったらはいはいはいなんですけど、例えばまあ某なんとかリアルが好きな人とか言うとね、嘘と本当が混ぜてくるからね、そうするとね分かんないわけですよ。でそれを使ってくるんですね。でこれね、でそういう文章の非常に嫌な気分にさせるのはね、最初にね、まあ、コメント欄とかでもそうなんですけど、さもお前のことが好きだぜみたいなことを書いて気を許した途端にね、お前はバカとか死ねとかって書いてあるって結構ショック受けるって人間ね。だから最初ね受け入れさせて、後でブスって問診は30年経ってうまくなるそうですね、問診は大切ですよね。私10年ぐらいですけど、問診難しいですよね。特に精神科はね大変なんですよ。どこまで本当でどこまで嘘か分かんないからね。内科の患者はあんまり自分の病状で嘘つかないんですけど、精神科の患者はね自分の病状で嘘つくからね、やっぱ難しいんですよ。でこれも同じなんですよ、放射能で異性科学もね。でね、不安に怯える人に、やると。でこういう文章非常にね読後感が悪い。例えばね、池海をね、彼女もね同じような文章を書きますから、さもね相手を理解してるよって、だけど最後でお前はバカしねえみたいなことをね書いてるんですよ。だからねこういう人はやっぱ要注意なんで、で文章でね飯食ってるだけにねうまいんですよ。そしてねなんかね自分の土台を揺さぶられるんですよね。で本当のこと書くね、これね、原発事故による放射能不安はとりわけ深刻だと、政府が直ちに健康に影響はないという線量でも影響が出る可能性があると危険性を強調する専門家もいると。福島県では放射能を心配するストレスで不眠、頭痛、動悸などを訴えて精神科を受診する人が急増しているという。で、まあ、ストレスというのは意味がわからん場合ですからね、医師向け SNS で医薬情報を入手して参考にしているという情報、特に精神科まあ、精神科のね薬の情報なんていうのは、まあ、どこにでも出てるでしょうか、ね、国が安全と言って推し進めてきた原発によってかくも大きな被害が生まれたのだと。原発当初の政府の説明も事態を過小評価するもので信用できないと思っている人が少なくないのに、国のお墨付きを持ち出しても何の
説得力もないね。こういうね本当のこと入れるわけですよね。そういう状況の中で不安を抱く心たち人たちの心をと捉え始めているのが科学ちょっと字が違ってますね。ここちょっと変えた。ちょっとね私これ入れとかないとね後で直すの忘れちゃうんでね。衛生科学だと。被災地から遠く離れた場所での鼻血や下痢も内部被曝のためだと説明し、ね、ここは私そうだと思うんですよ。だって遠く離れても放射性の排気あの内部被曝するからね。でここからさっき嘘ですけどね、特定の酵素や菌あるいは特別な水を摂取すると放射能の値が下がるなんて言ってるんです。で本当と嘘混ぜてるここもね、うん、ね。実際柏三郷などにホットスポットと呼ばれる高線量地域があると。遠く離れてるから放射能があるわけじゃないので、こういうね嘘をつく、まあ、でまあね、このような衛星科学に引き寄せられた人にあなたは間違っていると科学データを突きつけても反発されるだけで、その反応はカルト宗教に心を支配された人たちに近いね。うまいんですよこれね。例えばね、グリーンピース反捕鯨、日本を敵視する勢力信じてはいけないみたいな感じ。今後そうした不安を食べていく組織や活動、衛生科学はさらに拡大していく可能性があるね。うまいんでね文章がね。で最後ね、私たち一人一人にできることは多くはないが、せめて身の回りにいる不安人の不安な気持ちにはできるだけ共感し寄り添っていくように心がけたい。でこの文章のね特徴、始まりの文章は誰が読んでも正しいことを書くね。いきなり嘘言ったらね、みんなそこで警戒しても読みませんから、正しいことを書く、自分のオウムのことを書くね。文章の途中までは自分の意見と反対の意見を正しいかのように記述する。だからここで油断させるわけで、本来は正しい意見を突拍子もないとんでもないことと結びつけることによって、正しい意見も間違いだといった印象をつける。で最後にはね、また誰が読んでも正しい意見を述べる。多分これがねオウムのね洗脳の仕方だと思うんですよね。でこの人の文章を読むと、私は分かってくれるって思ったお母さんが気を許して読んだ途端に最後にブスって刺されるんだよね。でまあここでね書いたんですけど、やっぱね自分もね発信力つけんといかんと。そうすると何がいいかって、まあブログ書くのいいんですけど、コメント欄ね、自分のねコメントをね、ペンネーム何でもいいんですけど、右前さんとかねその馬肉さんとかでも何でもいいんですけど、そういうね名前をつけてコメント書いていくとね、いいコメントを書いてるとみんな読んでてね、あの人がまたいいこと言ってるっていうことになるのでね、ぜひねそういう練習してくださいということを書いてるんですね、精神科。30歳過ぎて医学部再入学して医師免許として選択するパターン。いや、私も選択しようと思ってたんですけど、しなかったんですけど、まあそうばっかりではないですよね。理解してますよと言われて気を許すと殴られて蹴られる。そうなんですよね。え、なんとかさんがね、今日8割も被害が起きると信じてるのかみたいなこと、急に手のひらをかぶったわけですけど、福島で具合が悪いのだと思ったらすぐ九州に行って小野先生に見ても、いや私が見てもね、内部被曝の診断方法なんていうのはありませんから、誰に見てもらっても変わらないっていうことなんですよ。宗教に東大和法、いや東大和法に似てるんじゃなくて、東大和法そのものですよね。それのカルトバージョンだと思いますよ、カルト宗教。要素材配布や大規模避難訓練が必要な発電施設を維持する必要性を政府は説明したような財界として、絆一致団結、一例報告でも実際の実力が差が出るな。そうね、立派に一例報告ができるというのは概論を書くより難しい、うん、一例報告でいいんです。だから一人がいたからねおかしいっていうんじゃなくて、こういう人がいたっていうのを報告するだけでね、かなりインパクトあるんです。何でもね、それはその医療に関わらず、まあ、植物の奇形でもいいんですよ。で私この間ね、まあ、ちょっと話しますけど、ガーベラをね、ガーベラ奇形が多いことはちょっとイギリスの人とかもからも紹介受けてたのでね、さてさてと思ってホームセンターに行ってガーベラのとこ見たらね、もう奇形の嵐ですよ。熊本なんですけどね、まあ、ブログにしたんで見ていただければ分かります。あ、ここまだここまだって言ってね、子供と一緒に見たらね、うわひどいねって言ってるけど誰も焦ってない、ね、
よね。そっちの方が怖い私ね。本当にそう思いますですね。あ、これね、セシウムは全国に、日本全国に降り注いだ。ワカサギから放射性セシウム、赤城山の大沼、まあ、この辺のね地名は私申し訳ないけどすぐ忘れちゃうんですけど、赤城山はね190、200キロ近く離れてるわけです。ここでね出るのおかしいと言ってるんですけど、200キロ離れてもね出るわけです。で確かにその早川あマップでもちゃんと出てると、勝沼ね、沼田なんで。で3月の高架流とかね、ああそうですか、4月とかね、23年3月って言ってもね、実はこれ福島出てんですよ、まあ、福島今で、あ、137がちょっとしか出てないね。本当かな、今でも出てるのね。でね、セシウムの効果量っていうのはどのくらいだったかっていうと、これが降下した放射性の月別推移でね、この辺ベースの核実験で、実はねこの時の被害が出てないって言ってるけども、これなんで止まったかって言ったらね、大気に放射性物質が出ると今後ひどいがんとかできるからね、もうやめろって言って科学者がやめさせたわけですよ。だからこれだけの被曝をしてたらね、やっぱり健康に被害ができるからやめようって話でやめさせたのにね、逆にこの時は被害出てないからね今でも大丈夫だっていうのは、まあちゃんちゃらおかしな話ですね。これずっと下がってきた。でこのグラフにすると九州がこの辺だったんですよ、ね、少ない少ないと言われてる九州でもこの辺ですよ、70年代ね。でここが茨城ね、茨城東京この辺なんですよ。で福島もこの辺で300万ベクレル出ててね、火が起きないはずないね絶対ね、そう思うんですよ。ツイッターのフォロワーが1000超えましたね、1ヶ月だってなんか平和ですね、非常に平和だと。でもこの時がね一番やっぱり、1000超えるっていうのは難しいんですよね、やっぱね、なかなかね。この時超えてねちょっと嬉しかったのが出てる。でこの時までね、あんまりあの番組の宣伝というかブログの宣伝しかしてないのでね、あんまりやり取りしてないので、この辺から多分うまくやり始めたんだと思うんですよね。セシウム137のベータ崩壊もマスコミ理解だとガンマ線とか結びつく、うんね、東電の福一入ることが、いや大体もうそもそも30年を信じとる方がおかしいと、私はそっちの方で言いたいですね。次ぐらいかな。あ、ネット工作員ご苦労さん、そうそう HG さんっていうのが出てきてね、で実はねその工作員がいるかいないかっていう話をもうしてる人あんまりいないと思うんですけど、もう通産省がねこれ金あの国税払ってねやるって言ってるわけですよ。で7月11日は私気づいたんですけど、どういうこと言ってたか、ツイッターブログなどインターネット上に掲載される原子力等に関する不正確な情報または不適切な情報を常時モニタリングし、それに対して速やかに正確な情報を提供しまたは正確な情報を導くことで原子力発電所の事故等に対する風評被害を防止するっていう目的で言い出したんですよね。でこれを見てね、いやいやちょっと待てよと私が思ったのはね、ツイッターがブログの方がよりツイッターの方が先なんだよね。ね、だツイッターっていうのが一番上に来るっていうのはやっぱりこれすごい機械仕組みなのかもしれない、サービスなのかもしれないと思って私これを知ってツイッター始めたんですよね。で確かにツイッターっていうのは、まあ、便所の落書きみたいに言われるんですけど、人間の好きなねひそひそ話っていうかね内緒話みたいなやつに非常によく似ててね、で自分が耳にしたことをね人に伝えるっていうところがだ、まあ2通りあってね、情報を発信する人とその発信された情報を人に伝える人とね、まあ、2通り、まあ大体みんな両方ともやってると思うんですけど、そういう役割があるのでね、もうやってて分かったわけです、まあ、その辺もやりながらね分かったわけなんですけど、
ね、朝通 DK が7000万で落札、これ税金ですよ、我々の払った税金がね、こんな自分をチェックすることに使われるなんていうね、もう情けない話なんですよ、ね、で4700万かけてたとかね、もう朝通 DK なんていうのはそうなんです、これリンク切れてるってね、ほら工作員いますよと、広瀬隆の記事を貼り付けたら出てきたと、あとはね、橋爪文さんのね、原爆のやつをやって入れたらつくとかね、あとはなんか福島のこと書いたらね、福島をバカにするのかとかいうのがついてくると、もう言われて結構じゃないかと、無視すりゃいいんですよ、そんなのね。英語ブログにね、ものすごくひどいのがついてる。で英語のね、工作員っていうのもいるらしいんですよね。でその英語がね、まあ、私はちょっと英語下手くそなので言えないんですけど、幼稚小学生レベルの英語を書いてくるんでね、すぐ分かるっていうわけです。まあ、恐ろしいですよね。で日本明らかに日本人が書いて英語まで来てね、だから結構ね、向こうの方にもこう書いてくるわけですよね。言ったって選択。でツイッターをしぶしぶ始めたと、GHQ のね、紛争と構図、まあこの辺も見ていただければと。あと一個かな、そう、工作員がね出てきたらね、やったと思えばいいんですよ。あ、自分の言ったことは正しかったんだと、まあ、これ最後にしましょうかね。あ、これ8月作業員が急性白血病で死亡と、収束工事因果関係なしと、福島原発ね、急性骨髄性白血病で死んだと。だこの人はね、勤務前の健康診断で異常ではなかった、被爆量のうち内部被爆はゼロだった。まあ、この人はね、もともとこの時期に原発で働いてるわけですから、昔からね、多分放射能区域にいた人なんでしょう。あるいはその8月で起きてもおかしくないからね。いつ死んでもね、関係ないって言うんですよ、被爆し大したことはなくてね。プライベートなご病気でお医者様が判断したことなので、東京電力今後調査することはございません。ね、東電が複数の医師について確認したところ、急性白血病が死亡数週間前の作業によって発症することはありえないと。まあ、何も分かってないからね、8月上旬からなのか。でもその前から福島に住んでたわけでね、でその時被爆した可能性もある。被爆いっぱい死んでるね、本当はね。でコメントいっぱいもらいましたと、まあ、コメントここでは紹介してませんけど、ぜひねみんなでそのコメント欄で触れ合ってほしいなと思うので、でこれで原爆体験を世界にって橋爪文さんのね、東芝の社員が白血病で死んでたのよと、労災確保を恐れてお金で、みんな知ってますよそんなのね。これね、確かもうリンク切れちゃってんだよね。別の人になってますもんね。残念ながら。この橋爪さんのね、文章ね、非常に。ほら。そう、放射能。まあ、いくら死んでもね、関係ないって言って。ね、橋爪文さん。これね、やっぱ人と人とね、温かい肌のあれでね、生きてるなって、お互い生きてるなみたいなことを言ってたわけです。吉田所長良妻でもないんでしょ、勝手に死んだみたいな感じなんじゃないんですか。しかもあれ、あれだからね、良妻適用されないんじゃないかな。うわー、ちょっと長いねこれ。
あ、ちょっと無理ですね、これは。ここまではなんか8月30日にいっぱい書きすぎてますね。殺人ケイトラが、これね、あ、これ非公開になっちゃってんだよね。ちょっとないかな、これもうツイキャスだからこの際流してしまいましょう。クラビングスプローラー、変な動画が出たりしてねいや本当に出ないと生きる自信はないですよな、私は。ここじゃないね、すいませんね、ちょっとね、この人の、これかな、違うね、あー、ないですね、ちょっとね、これ、保存してたと思ってたんですけど、YouTube なんか入れてなかったかな。ちょっとね、今探してますけどね。なんか YouTube なんか入れてたような気がするな。ちょっと待ってくださいね。YouTube のね、非公開の。非公開の。これはまあ変なの入れてないからね、 YouTube はね。確か最初の方でね、誰か教えたからね、多分あると思うんですよね。あら、ないね。あー、ごめんなさい、どうもないみたいね。ないですね、このね、ここが最初なのかな。2012年が最初ってことはないよね。ちょっと待ってください。あー、ないですね、やっぱね。あー、残念。あー、ないですね、すみません。まあ、これはね、どういうことかっていうと、軽トラのね、線量がね、350マイクロシーベルトとかね、ゴムのところがものすごい被曝の軽トラが走ってたよと、そういうことなんですけどね。急性骨髄白血病に関連はなしとされると。そう、証明できるはずないし、証明しないですよ。労災にならない、変な動画変。最近僕になる同僚を知った、ネズミランド好きな人、 USJ 行った子、寿司屋の娘、札幌だって内部被曝だと思ってます。あ、起きるでしょうね。ファイル名探しを慎重に、まあこれ男性でしょう一人休み、一人休み。作業だけでなく日本人である限り放射能を関係ない扱いになる。逆にね、そうなるとそのがん保険も降りるわけですけどね。海はつながってるし、3年以上経っているから、もうどこのどこ産の海産物を食べても被曝はほぼ同じ、よほど近海以外は、福島、知り合いも去年日立社員40歳で亡くなりましたと。3000万がん治療、いやそれはあれじゃないですか、重粒子線の治療したんじゃないですかね。3000万も今の医療保険で使えるとは思えないんですけどね。ないかな、悔しいな、ちょっとね。ニュークリアなんか入れてるんですかね。ちょっと最後あがいてみますね、これね。ニュークリア、あれ、ニュークリアはない。ちょっと待ってくださいね、今、ムービー、いやこれじゃない、ムービー、
先天気うつ不あ違う、ね、セクションニュース1F あーないですね、やっぱりね、おかしいな、絶対保管してるはずなんですけどね。動画ここかな。非常に残念ですね。あのこのね、軽トラのやつはね、非常にその恐ろしい動画であったんですけどね。ムービーかな。ごめんなさい、見当たらないですね。いや、悔しいね、でもね。悔しいというのはですね、必ず、こう私、ここにね、貼ってることからして、必ずね、あ、ここかな。あるはずなんだよね。ちょっと今探させていただいております。11年の7月、ないですね。ちょっとね、今結構必死で探してるんですけど、ないですね、これは。ああ、そうですね、あったですね、あれないね。悔しいな。悔しいですね。絶対あるはずなのに、私の整理が悪くて見つからないという。ないですね、すいませんね。なんか絶対ある自信があって探そうと一生懸命してるんですけども見つからんですわ。この人のこれかな。あ、これだ。 ありましたね。すいませんね、ちょっと長い間かかりましたが。この小名浜ですね、7月13日、2011年です、これ。ジャガーを送らせて、ああ、どうもありがとうございます。はいですね。懐かしいです、もう1年以上経ちますね。これね、この、ほら、ここからも鳴り出すんですよ。ほら、63、85、110。150、209、250、300、354。ほら振り切れちゃったね。だ、こういうのがあちこちで、まあ、特にね、荷台だから雨とかもあったら、この人なかなか見るとこ分かってる。タイヤそうでもない、2台目うわあったですね。うわとか、これね、さらに怖いのはね、このね、あの椅子の中なんです。
変わりますよ。あれもっと高かったと思う。でこれの怖いところはね、あの車が通るとねピュッて上がるんですよ。見たところね 0.10 になるでしょ。ほら車のね通行とね相関があるんですよ。被害が 0.10 くらい。これで被害が起きなかったらね、星野怖くないね。そう、待ってるんですよ。そう、そう、中古車だね。中古で買うやつはね、外貨カウンター持ってない人は買ったらいかんです。中古、中古買ったらいかんね。中古買うぐらいならもう我慢して1ランク2ランク起こして新車買った方がいいと思うんですね。これね、81、63。まあこれをねつい見たくてです、見せていた、見せようと思ってですね、一生懸命探しておりました。ということで今日はここまでにしておきます。8月ね全部終わりたかったんですけど、なかなかね一大事じゃないですよこれね。まあ8月終わらしちゃうかもう60分過ぎて、これ私なんですけど、もう今はね元に戻ってしまったんですけど、これはねこの時は、炭水化物を食べないダイエットをしてね、もうガーンと痩せてしまって、あんまり痩せたのでガンじゃないかと思って食べたら戻ってしまったんですけど、で、まあ、肥満症の治療で肥満のね医者が肥満はダメだっていうことを言ってると。でこの主食を抜けば糖尿病良くなるっていう人が江部先生っていう先生、まあこれもね、まあ、どっちか、まあどっちがいいか分からないんですけど、炭水化物が減るとね痩せますよっていうことを言っててですね、特にバイキングではねいっぱい食べようと思ったら炭水化物をね避けるといいですよっていうことを書いてるんですけど、まあ今の時期肉を食うのが果たして健康にいいかっていうと、その濃縮しやすいのでね難しいわけですけど、まあそんなこともやってましたと。この時はね、もう今ちょっとやってません私、うん、そうそう、薬物をねシタラビン、イタラ、まあ、なんか1週間連続持続常駐して、途中に最初に3日やるみたいなねやつでこうガーッとやりますよと。薬物療法以外には薬物治療の、ちょっとさっき話してましたけど、薬物治療の後に検討される治療法として骨髄移植がある。だから骨髄移植をしたらね、ハッピーではなくて、その前に化学療法しないといけないんですよということをね、言いたかったんです、これ、私はね。J ビリッジから福一現場に向かう作業員は台北区だから一般人は普段着で録音、もう恐ろしい。軽トラの画像ありがとうございます。また外側持って歩きます、重たいけど、うん。軽いのもありますからね、ぜひ軽いのを持っていただければ。やっぱテラがいいかな、持ち歩くにはね。一番軽くてね、電池長持ちするので、うん。ウラジオストックはね、引っかかってますよね。で、ウラジオストックとか厳しいでしょ、チェルノブイリがあるから、ね。じゃあ、福島の中古車はどこに行ってるんだと。なんとね、ニュージーランドに行ってたりするんですよ。なぜかというと、ニュージーランドに福島に本社があるね、日本の中古車会社がね、昔から仕事をしててですね、でニュージーランドは全然核アレルギーがないわけだよね。原発も動かしてないし、で日本の親日国なので、その辺スルーでね、ニュージーランドも結構怖いっていう話聞いたことあるんですけど、まあ全部いや免疫抑制剤は骨髄移植の場合は使わなかっただと思うけどな。私もでもそれは人移植の場合そうなんですけどね、ニュージーランドに行ってるらしいんですよ。いや、その被爆してるかどうか知らないけどね、私それ書いてなかったかな。恐ろしいんですよ。あ、ようやく終わりましたね。ここで8月現在の骨、いや、ね、
放射線照射をしてるところとね、化学療法してるところと両方ありますから。ニュージーランドにね行ってるんですよ。恐ろしいんですよニュージーランドはね。寺性の良すぎないですかと。ないくないですかと。新機種は 0.3 超えてもアラームない。まあでも自分で設定できるからねこれ。いや確かあったでしょ、福島とねニュージーランド中古車で出てくると思うけどな。ちょっと終わったので福島でしょ、ニュージーランド中古車と。あらら、あ、ここで書いてあるでしょうか。日本から輸入される。ほら、ここ書いてありますね、これね。しれっと見つかっちゃって戻っちゃってるみたいだけど。ニュージーランド中古車ちょっと調べてみましょうか。確かね、本社があったのがね、言ってたと思うんだよね。オークネットかな。いや違うね。いや絶対言ってるんですよこれね。で特にチェックしないからね。うーん、会社があったと思うんだよな確か。オークネットかな。あら、あら、これダメなんだ。これかな。うん、あ違うかな。なんかねちっちゃい中古屋さんでね、あの福島に、本社があってニュージーランドにね出張してるとこ あったと思うんですけどね。台湾向けの郵便コンテナも高線量で。そう、じゃあね火が起きないのになんで世界が怖がるんだっていう、そういう話ですよね。本当にそう思いますよ私はね。まあ誰かね、まあこれはブログの解説なのでもうこれ以上言いませんけども、なんかちょっとひどい人がいたよなと思うんですけどね。でも実際福島から遠い地域の友人、まああのですね、私のところで相談があったのは2011年の終わりの方にですね、プリウスのね後ろハッチバックをぶつけてで直してもらったの、ね、部品で中古の部品で直しますよって安く直してもらって、ついてきたのを見たらね、この人よく見ましたね、あの車庫照明あるでしょ、あれが貼ってあって、なんと福島県の浪江って書いてあったやつがね変わっててね。で私その時ガイガー持ってたから、もしそれがあるならガイガーで測らせてくれないかって言ったらですね、もう変えて新品に変えてもらったからのも残ってないって言われてたんですけど、それ2011年の頃にね、あの2012、まあ、今はどうでしょうね、ある程度チェックしてるんじゃないかと思うんですけど、当時はねもう野放しで部品にしてバラバラにして売ってましたからね。だから かなり要注意なのその時直したのはね。でこの辺のね重機とかなんとか、ソビエトは広大な敷地にほったらかしにしてね、墓場みたいなとこ作ったわけです。日本はねそのまんまなんで、ニュージーランドにね住んでる人はね怖がってるんですよ正直ね。ないね中古車なかったと思うんですけど、うん、部品でばらまかれるんですよ。
だね、中古でそのあんまり大したことない、中の部品ならいいんでしょうけどね。もうどこにでも行ってますからね、日本は。で、日本の中古車っていうのは、そんなにまだ乗れるうちから乗り換えるからね。で、放射線のね、ことをウラジオストクはものすごく気にしてますけど、チェルノブイリがあるから。ニュージーランドなんか気にしてないから、チェックする機会自体がなかったりする可能性あるからね。もうものすごい優秀なんですよ、本当に。当時、会社の車を代替で新車に入れ替えましたが、除染しないと検査にかかって売れんってことありました。そうなんですね。まあ、そういうことでですね、まあ、無理やり2011年の8月まで、解説を終わらせていただきました。また金曜日はですね、最近の話題ということでやろうと思います。あとですね、ガリバー、いや、ガリバーじゃなかったと思うんだけど、東電のテレビ会議の三十何時間の解説のやつを一応ブルーレイにしましたので、まあ、もしご注文し、なされたい方、まあ、今ご紹介したね、リンクからたどってご注文いただければと思います。まあ、ある程度作りましたので、作り置きありますので、即日発送を心がけております。それではどうもご清聴ありがとうございました。